色画用紙を使って冬のコーディネートをしたうさぎを作りましょう。顔の作り方は和服うさぎと同じです。色画用紙は新しいものを使っても良いのですが、切れ端を色ごとにクリアファイルに入れておくと便利です。適当に何色か選び、型紙と重ねて切りましょう。この中から選んで服を作ります。模様はクレヨンで描きました。大きさが合わないときは、ハサミで切って調節しましょう。位置を決めたパーツは、糊で貼り付けます。洋服の長さや形は、ハサミで切って調節してください。足りないパーツは、画用紙の切れ端を使って作りましょう。ポケットやボタン穴、帽子を描き足して完成です。右側は裏から見たところです。こちらはピンク色のズボンのパーツをポケットの形に切ってコートに貼り付けました。こちらはコートの両端を切ってスカートが広がったワンピースにしました。白いクレヨンで襟元のレースや背中のリボン、スカートのひだを描いています。左手は袖の肩の部分を丸く切って、両手で雪を受け止めようとしている感じにしました。こちらは黄色い画用紙を切って、アンダーシャツやスパッツにしました。コートの袖口や裾を波形に切り、余った画用紙で帽子や靴の飾りも作りました。袖は肘のところで切って、曲げてからのり付けしました。肘の部分は丸く切って形を整えました。耳を貼る向きや表情もそれぞれ変えています。いろいろなコーディネートを考えて楽しみながら作ってください。みんなのコーディネートしたうさぎができたら、雪の結晶やクリスマスツリーなどと一緒に飾りましょう。